この時間は日本対パラグアイ、こちらの一戦をお届けいたします。選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。パラグアイ国歌お聴きいただきます。お聞きいただきます。今日 4-4-2 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、バッターのどこまで高い位置を取れるかということですよね。そうなってくるとサイドの中間との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところになるでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られたところですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね、はい、前半ゲームはスタートしています。日本対パラグアイ、エキシビションマッチが始まりました。立ち上がりですよね。ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね。相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になっていますよね。まずはこのゲームの立ち上がりです。柴崎、中島、胴上げ、スルーパスを出す。いい展開ですね。今日は立ち上がりお互いに守備的な印象です。ギリス、前半の14分を過ぎたところです。両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。ロメロ、抜けるか、逃げるアルミロン、裏を狙っていきます。裏へのスルーパス、おお、これいいですよ。上げてくる、どうだ。南野、一人で駆け上がる。酒井、堂安へ、大迫、原口へ、酒井、速いパス回し、さあつながるか。南野、中央、フォローいいですね。シュート、ここはダイレクトで打ってきました。タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。
しい攻防、ボールが落ち着きません。柴崎、素早いパスで攻め上がっていきます。32分を過ぎたところです。長友から緩いフィードボール、吉田、このボールに触ります。このボールはつながりません。逃げるアルミロン、ここで前を向けるか。南野、南野へ、裏へ届くか。キーパーから前線へ、デルリス・ゴンサレス、ロメロ、右サイドへ振って、ディリス、スルーパス、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。さて北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。日本としては前半を0で、さあ後半スタート。日本としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。ディリス、シルバー、大きく前線へ、逃げるアルミロン、ここでファウルがありました。南の今のファールは注意だけで済んだようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。ディフェンダー集中力いいですよ。ロメロ、ディリス、スルーパスを出す、中に入れる、川島、ここは抑えました。キーパーからのロングフィード、ふわっと裏を狙う、いいボールですね。素晴らしいパス、パラグアイがクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね。高めの弾道にしたり、逆に足元にぴったり合わせたりとか、中の状況に合わせてバリエーションをつけるといいと思いますけどもね。なるほど、中の状況をよく把握するぞ。パラグアイ、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。スペースへ、スピード、シュート、
まだあるよ。ボールを追っていく。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。これ仕掛けるか。さあ繋がる、シュート、いやー先制パラグアイ。ゲームも終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。いや決まりましたね。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ボディバランスですよ ね、 そうですね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、これがゴールを生み出しましたよね。日本がメンバーチェンジをします。さあ日本2人の選手を入れ替えます。ゴールが決まりました。パラグアイ、パラグアイとしてはこれで安心して引いて守れますよね。大きな1点ですよね。裏へ届くか、大迫、ここでコーナーキック。時間はあまり残されていません。両チームともメンバー交代があるようです。セットプレーのチャンスです。さあ再び選手の交代です。日本、バーへのボール、よくカバーしましたよ。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ここはファールです。酒井、ここはカットします。柴崎、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。1対0日本、1対0で敗れました。追いつけませんでした。さあ北澤さん、今日のゲームどうでした。